おはようございます。行政書士の古川光です。今日は午前中から東京ドームホテルで打ち合わせがあるので、これから東京ドーム迎えたいと思います。今日も最高の一日を。北海道からね、お越しになった方だったので、大好きな白い恋人をいただきました。北海道最高です。というわけで少し休憩です。昼ご飯もね、食べていきたいと思います。ちょっと曇ってるけど気持ちいいですね。新しいカレー屋さんできたらしいんで行っていきたいと思います。やっぱりなんだかんだね、空いてる時間もあれどうしようかな、これどうしようかなとかね、ずっと頭フル回転ですよね。今週末はちょっとゆっくり温泉でも行きたいな。あ、ダメだ、今週末アポ結構入ってんだな。行けないな、行きたいな。やっぱりこう合間合間にね、緑を見たり水を見たりするのって心癒されていいっすよね。リフレッシュになるよ。本格青木白は結構有名なんですよ、ね。本格青木さんが新しく作ったカツカレー屋さんかな、行ってみたいと思います。有名店のカツカレーマスオ、なんとこのお店では山さ醤油を使っています。普通か。はい、というわけで事務所のアポイントが終わりましたんで、これから移動します。小から PM。 はい、というわけで今日もこれからジムへ行ってトレーニングしたいと思います。行きます。はい、というわけでジムに到着しました。さてさて、今日も短時間でね、1時間ぐらいでしっかり集中してバツッと終わらして、お家帰ったら湯船にゆっくり浸かりたいと思います。あんまりね、長くダラダラやってもしょうがないんで、ジムはもう1時間で集中して終わらせるということで、1時間だとね、結構忙しいペースなんですよね。急いで集中してやんないと、まあ、もちろんインターバルは十分取らないと筋力は発揮することができないんで、インターバルをねちょこちょこ取りながらですけど、集中してしっかりと終わらせたいと思います。はい、というわけで今日のトレーニング終了です。これから家帰って湯船入ってのんびりしたいと思います。はい、というわけでただいま帰宅しました。お風呂が沸くまでの時間にいただいた質問の中からね、回答していきたいと思います。深部先生は行政書士試験中どんな生活をしていましたか、どれくらい勉強をしましたかっていう質問ですね。僕の場合は超短期集中で終わらせるっていう目標設定だったんで、期間が3ヶ月しかなかったんですよね。人生を変えたいと思って、でもどうしていいか分かんないっていう若者でしたから、とりあえず資格の予備校レックさんに、でまあ、そこで初めていろんな資格があるっていうことを知ってね、たまたまその時が行政書士試験の申し込みの期間中だったんで、今申し込みをすれば約3ヶ月後のこの試験を受験できるって言って、どんな仕事かも全然よくわかんないし、どんな人たちがやってるのかも全くわからない、どんな試験かもわかんないっていう状態だったんですけど、1000時間ぐらい勉強すればまあ合格ラインには乗ると思いますっていう話で、3ヶ月で1000時間かと、じゃあ1ヶ月330時間だから1日
11時間ぐらい勉強すれば、あ、間に合うなこれ、あ、いけるんじゃんこれって勝手に思ったんですよね。全然わかりもしないのに、あ、もうこれしかねえんだなみたいな、なんか運命感じちゃって、1日平均14時間ぐらい勉強しましたね。1日って24時間じゃないですか。集中して勉強するためには睡眠時間の確保が必要だっていうのなんかで聞いたんで、じゃあ8時間はちゃんと寝ようと。そうすると残り16時間じゃないですか。じゃあそこからご飯食べたりトイレ行ったり風呂入ったりあれこれあれこれして、残りの14時間は全部勉強に当てようっていう感じだったんですよね。それを30日間やったらだいたい420時間、まあ、3ヶ月で1200時間ちょっとぐらいになったのかな。その期間中は本当に試験勉強しかやらなかったです。自宅で勉強って僕はあんまりできるタイプではなかったから、近所の公民館みたいなところに図書館と市営のジムみたいなセットでくっついてるような施設があったんですよね。毎朝そこへ行って夜まで勉強、そして1日おきぐらいでしたけど、帰りにそのジムに寄って自分で音読して録音した憲法の条文聞きながらそのジムで筋トレしたりね、ランニングマシンで走ったりとかしてましたね。でそれが終わったらもうご飯食べてお風呂入って寝る、また次の日朝起きて図書館行って勉強みたいなね、そんな繰り返しでした。それはちょっと特殊というか極端なんですけど、ここでお伝えしたいのはやっぱり大事なのは決断をするってことなんですよね。例えばいついつの試験で必ず合格するっていう決断をする、期限を決める、いつかは合格とかじゃなくてここで決めるっていう期限をしっかり切ること、そのために決断をする。決断って何かっていうと、ただ決めるだけじゃなくて決めて立つって書くわけですよね。だからやると決めたならそれ以外のものを立つ、決めて立つっていうことが必要なんですよね。多くの人は何かやろうと決めたら今までの生活にそれを足そうとするから結局時間的に無理があってできないんですよ。そうではなくて今までの生活から何かを捨てて何かを立って、そして新しいことをやるっていうのがやっぱり必要で、僕の場合はまだ若かったからとりあえず全てを捨てました。遊びを捨てる、飲み会を捨てる、もうありとあらゆるものを捨てましたね。さっきお話ししたように14時間勉強するわけですから、時間の隙間が全くないわけですよ。これって開業してからもそうなんですけど、器の中に一番大事なもの、重要なもの、大きなものからどん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 出てくるんですよね。一般的な人というのは元々の生活の中に重要なものを入れようとするから入りきらないわけですよ。時間が絶対に足りないわけですよ。ではなくて一旦空っぽにして、そして自分にとって一番重要なものを先に出ていく、必要なだけ、そして余ったところに重要でないものをサラ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 と埋めていくっていうね、この考え方が非常に重要なんですよね。だから僕がまず最初にやったのは携帯電話解約しました、まあ、当時はスマホじゃなくてガラケーでね、今ほど SNS とかねインターネットとか充実していたわけじゃないんですけど、それでもやっぱり友達からの誘いとか電話とかね来ちゃったりするんで、人生変えると決めたんだったら本当に変えようと、今までの人生全部捨てしまえぐらいのね気持ちでした、まあ、そこまでやる必要はないと思うんですけど、でもこの試験日に合格する、じゃあそのために毎日何をしなければいけないのかっていうのを明確にした上で、いらないものをどん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 捨てていく、決めて立つ、これがねできるといい結果が出ると思います。ぜひやってみてください。というわけでお風呂も沸いたみたいなんで、そろそろお風呂行ってきます。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、コメントなどお待ちしております。いただいたご質問の中からピックアップして回答していきたいと思いますので、コメント欄かもしくは僕のツイッターの質問箱があるので、そちらにどんどん質問をお待ちしております。それでは今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。